メットライフドームには大観衆が詰めかけています。埼玉西武ライオンズ対北海道日本ハムファイターズの一戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。大勢のお客さんが詰めかけています。小宮山さん、このファンの歓声というのは試合中でも聞こえるものなんですか？割と冷静に投げてる時はしっかりと耳には届いてましたね。そのファンの声援を受けて今試合がスタートしています。これから7回ファイターズの攻撃です。一方ライオンズはピッチャーが変わります。背番号19斉藤が2番手としてマウンドに上がります。点差が大きく開いた場面での登板となりました。里崎さん、点差的初球は際どいところに来ました。ストライクです。次が2球目、空振りになります。ノーボール2ストライク。さあ外してくるのか。低めは外れました。見逃し三振、ワンアウトです。バッターボックスには9番石井。さあ初球は何か。初球変化球は空振りです。得意のボールでストライクを取りました。いい球ですね。はい、外のストレートがストライク。あっという間に2ストライクです。外外れてボール。これはバット出ず三振です。打順は1番に帰ります。バッター初球は何で来るか。初球ストライク。打ちました。中村一塁アウトで3アウトチェンジです。8回の表ファイターズの攻撃は2番ライト太田ライト。最初は変化球できました。ストライクです。引っ張った。これはどうだ。源田、これでマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスにはまず何を投げてくるか。緩いボール空振り。2球目は何で来るか。インサイド落ちました。センターへ抜ける。これでマルチヒット。ノーアウトランナー二塁一塁。バッターボックスは4番中田。まあライオンズとしてはリードされて厳しい状況ですけど、ここをしっかり抑えて諦めない姿勢を見せる。初球は何から入ってくるか。初球ボール球です。インサイド落ちました。ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。打順は5番渡辺。
初球空振りです。ファウルになります。外れていきます。外、これは外れた。空振り、ここは空振りでアウトを取りました。バッターボックスには指名打者の初球から振ってきましたが、うまく変化球でかわしました。これはいいところ、すぐに追い込みました。切れていきます。ファウル。今のファウルの感じだとスライダーには対応できてない。アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。中村が抑えて3アウト。残念ながら西武ライオンズ敗れてしまいました。最後まで点差を縮めることが残念ながらできませんでした。次のゲームは打線の奮起を期待したいと思います。勝ったファイターズ、大きな今日は勝利になりました。一方のライオンズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームは西武ライオンズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでメットライフドームから失礼します。